個人的なフェチの話していいですか？しますね。ここ好き、なんかこう、あの上着の、この隙間と、この隙間と、お洋服の間の、この空間。え、良くない？良くないですかね？私ここめっちゃ好きなんですけど。わかるまんいる。ありがとう、わかるまん。そうだよ。ここがね、めっちゃ好き。こだわりポイントです。よろしくお願いします。でね。でね。あとね。ここ。ここの三角形。ここの三角形めっちゃ好き。で、ここの三角形もめっちゃ好き。でね。ここの隙間もめっちゃ好き。以上、ありがとうございます。はい。めっちゃ好きコーナーでした。ありがとう。あのね、手が可愛く描けて楽しかった。この小指好きだよ。わかるまんありがとう。どう今天才だな。多分ね、ある程度の、ある程度の、お絵かき楽しいって思ってる人は、そこそこ変態なんだと思う。じゃないと、頑張らないかな。すいません。変態じゃない、お絵かき大好きマンいたら本当にすいませんでした。本当ごめん。違うんだよ。合ってるけど、私はそうなんだ。ごめんな。そう、私さ、エゴサとかするとたまにさ、清楚とか言われるんだけど、そんなことないんだよ。ほんと、マジでごめんね。期待してた方、ほんとすいません。どっちかっていうと、変態に近いのかもしれない。はーい。最後、私ですね。はーい、私でした。ありがとうございまーす。っていう解説みたいなお話。多分ね、マナナスで一番清楚なの誰なんだろう。マシロンかな。でも最近マシロンに怒られたわ。なんか、こう、絵とかやるじゃん。でさ、なんか、こう、何？なんだっけ、なんか、もっと私のことどんどん利用してね、みたいな感じで言ったらさ、ナイチュメなんでそんなに自信ないのって怒られた。ごめんって思った。あ、いや、自信なくてごめんってなった。っていうね、感じ。すいません、怒ってくれてありがとうございました、その説は。